まあそんな感じです。最近 そんな感じですとか言って何も話してないんだけど ありがとね皆さん。まあまあ、なんか後々たくさん話しましょうということで、選手権やっちゃうか。麦帯選手権、私さ結構さ優勝率高いの知ってる？なんかみんなどんなさ、どんぐらいの気合の入れ度でやってんの麦帯選手権って。私は結構さガチでやってんのよ ガチでやってんのよっていうか みんなガチでやってると思うんだけどさ、昨日のさつきのちょっと覗いたんだけどさ、すごいなんかさ可愛くゆるーくやってた気がしてね、なんかそんな本気でやるもんじゃない。いや本気だよねみんな。そう まあ最初に説明します。今週の競技はキラキラモールをつなげようということで、なんかさこんなモールとか図工とかでやったよね。これを連結させていくんですって。制限時間60秒で、たくさん連結できた人にご褒美がいただけるということで、これが見本になってます。私手芸とかすごい得意でさ、学生の頃美術5だったからずっと自信あります。こんな感じ今週の。だってわかんない、これ難しいのかな。60秒あるんでしょ、ぶっちぎりだよ多分私 じゃあやっていくか。よしみんな見てて、1分、まあ、お家にモールあるよっていう方は一緒にやってください 一人もいないと思うけど こう持ってていいのかな、持ったところからスタートしていいですか、置いたところからか、そんな、あこうやってさこう負けず嫌い出ちゃうから だって私これ結構見た時衝撃あった。だってさ1分間で9個でしょ、リリ絶対もっといけるやん いけます、いや分かんないとか言って、いや私はぶっちぎり1位でいきます。いくよ、持っちゃダメだ 用意スタート。あーダメかもしんない よし、これどうやってやったらいいの、あやば、ちょっと待って無言になっちゃうからみんな喋ってて、なんか むずいな意外と。あでもほら、あ嘘でしょ、ちょっと待ってね、やばいやばい、あ難しいんだね でもまだ20秒あります、あと15秒。あ、やばい。え、ちょっと待って、全然。ダメ、もっといける、もっといける。もっといける、もっといける。くそー。はい。思ったより難しかった。じゃん。こんな感じ。じゃあ一緒に数えていきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12です。あ、ごめんなさい、さっきの発言、もっといけるやろとか言って 大して変わらない結果になりました。12でした。はあ、これ意外と難しいよみんな。ある？だってこんなモールつなげたこと、これモールって何に使ってたっけな、私結構なんかやってた気がする。リリアさつきってきてるからみんな見てないとか、はい12個、今のとこ1位だけどまだわからないですね、どうなるかな。意外と難しかったです。文化祭モールが小さく見えがち、誰いじってきた人、本当にやめてそういうの、口がでかいからってこと関係ないやろ はい、そんな感じでございました。ということでお話ししましょうか お話しようか、だって9月13でしょ、
ツアー終わって2週間ぐらい経ったのか。うわあ、早いのかな。どうでしたか皆さん、ツアー、全国ツアー急にみんな見てくれたかな。神宮4日間配信もあったしさ、地方もたくさんあったし、体力は戻った。うん、戻った気がする。うん、でもなんか神宮の次の日はさすがにもうね動かないだろうなと思ったけど、いやすごかったのよ、筋肉痛がね、全身。神宮の時もうリハーサルの時から、何日か前からさリハーサルもしてるからさ、リハーサルの時からやっぱあの距離を相当走るし、暑い中ね、だからもう結構筋肉痛になったんだけど、その4日目終わった次の日に筋肉痛全部消えてたの。怖くない？どういうことって思わない？一番さ疲れが来るじゃんよ、その4日間終えた次の日なんて、なんか体の痛みがなかったの。でもそれを楓に言ったんだよ、確か。そしたら楓も私もって言っててさ、これってどういうことなんだろうね。疲れてる疲れてるって自分の思い込みなのかな。すごくない？アドレナリン？いや、アドレナリンだったら普通さ、痛みがさ、感じないってことやろ？その、何？本番中は確かに痛みはないんだけど、その毎公演終わりってすごく体が痛いのよ。でももう4日目の次の日はなかった。怖い話でしょ。若いからだよって。そうなの？でもなんかね、いやでも元気に過ごしつつましたよ なんかすごい達成感だったよ、もうなんかライブは。どうだった？なんかいろいろ見てます、皆さんの感想とか、いろんな温かい言葉とか、ライブのね、そのメッセージのアプリのレターとか、すごくありがたい言葉ばかり。ありがとうございます。私もさ16公演、ちょっとみんな待っててね、今ブログ書いてんだけどさ、もう出来上がってんのよブログ。もうなんなら神宮のさ公演中とかからもう書き始めてさ、ずっと、いやもうなんならもうさ何ヶ月も前からブログってすごく下書きしてあるんだけど、なんかね更新ボタン押せないのよ。これでいいのかな、これでいいのかなって思っちゃって、でももうすぐあとは押すだけなんだけど、ボタンを。でもやっぱ長くなっちゃったりもするしさ、でもすごいさ、こんなに燃え尽きることってないじゃん。そう、数えるほどしか、多分人生でもグループでも。いや、あるんだけど、やっぱ特別だった、今年の夏はすごく。だから、長いし重たいかなと思っていろいろ考えちゃって。でも、待っててください。で、私も何話そうとしてたんだっけ？本当わかんなくなっちゃう。そう、16公演分さ、今年は MC を全体的にやらせていただいてたので、話すじゃない、なんかなんて言うんだろう、締めの言葉とかもさ話さなきゃいけなくてさ、どうしようかなってすごい毎回思ってたんだけど、でもね、なんか前までの私はさ、そのメモ帳とかに書き出すして暗記しないと無理だったの、何年か前までは。だけどなんか考えても出てこないのよ、そのツアーの時とかのさ言葉ってさ。やって16公演さ喋るわけじゃん。でまあ地方公演は毎公演2公演ずつあって、で神宮なんて4日間あってさ、その言葉を事前にじゃあ考えようって思っても本当出てこないの。出てこないっていうか、なんか、いや考えようと思えば考えられるんだけど、なんかねこもらないじゃん、気持ちが、考えても。だからほぼほぼね、考えずにって言ったらあれだけど、その公演中に
いろいろ思うことが出てくるのよ、そのメンバーとかを見て。例えばじゃあさ、なんだろう、まあ、最終日だったらさ、最後のその感想を言うメンバーが最後松尾だったんだけど、みゆね、みゆがすごいさいいこと喋っててさ、それを聞いてさ思うこともあったし、なぎのスピーチとかも毎回あったから、それをねなんか受け取って話すっていうのをやってみてた。その考えすぎずにというか、いや全然うまくいかない日もあったんだけど、だからすごい終わった後になんかその映像を見返すのがめっちゃ怖かった。その最終日とかもさ、いろんなさところで放送していただいたりとか、朝の番組とかで取り上げていただいたりとか、なんかスピーチ全文ってこう載せてくださるサイトがあったりとかもして、なんか映像見返したりとかしてたけど、もう本当に恥ずかしいし何言ったか分かんないから、なんか相当熱いこと、なんか熱く喋ってるわと思ってめっちゃ恥ずかしかったんだけど、だからなんかあんま覚えてなかった、その言ってる時はね。そうでもみんなすごいなと思った。本当かっこよかったよね、みんな。なんかみんなもう可愛いところはさ知ってるじゃない、ファンの方も可愛い姿は。でもなんかみんな本当かっこよかったよ、裏でも支え合いって感じだった、すごく。そうそうそうゆみきはさ MC めっちゃ面白いしさ、天才だなって思ったしさ、みーきゅんとかもさ、なんか3日目だったかな、3日目かな、なんか一つ考えてきましたみたいな、神宮でポージングとか言ってやってたのもうさ、それをさすごい真面目だからめっちゃ多分考えてきてやってくれてんだけどさ、もうなんかすごいなと思った、ちゃんと考えてんだなと思った。すごいよね、神宮でポージングので、その後さみんなでやろうって言ってやったのよ。で配信の方でなんか全体が映ってたの、カメラさんがさすごいさ泣き聞かせてくれてさ、多分スイッチャーさんかなが全員映ってる、こうカットをさパッて入ってきてたんだけど、みんなめっちゃ可愛いの。急に神宮でポージング、じゃあみんなでやろっかとか言ってさやったら、もうなんかほんと一人一人のなんかポーズが愛おしすぎて、あれ保存したい、可愛かった、みんな。そうそんな感じ。どう、最後の言葉泣いたよ、だって。いやありがとうございます恥ずかしい、もう見れない。でも本当にやりきった、すっごく、ああ頑張ったって思えることって本当あんまない。もうなんか全部出し切りましたって思えた、すごく。もうはこれ以上は出せませんってぐらい、全部今できることは全部できた気がするまあね、全然頼りなかったと思うんですけど、でも結果的に楽しかったって思いました、すごく良かったです、ありがとうございます。本当に不安だったけどさ、神宮4日間もさ、地方公演7カ所全部で16公演なんて、わーどうだったかなと思ったけど、すごい嬉しかった。ステージバックの方まで席たくさんお客さんいて、ありがとうございます。お一人様天国ももうさ、あの曲歌うとぶち上がるから、それに引っ張られてっていうのもありました。嬉しかった、ありがとう。たくさん歌番組はまだあると思うのでお楽しみに。ありがとうね、なんか聞きたいことあったら聞いてください。その前に宿題やっちゃおうと、なんかいくらでも喋りそうな気がする。すごいさ落ち着きトーンになっちゃう。じゃあちょっと宿題やるね、先に。じゃーん、昨日はさつきということで、梅沢さんへ洋服を決める時のルールはありますか、だって。ルールか、なんだろう。ちょっとコーヒー飲みます。なんだろうね、洋服を決めるときの
ルール、できれば全身3色に収めるルールぐらいですよ。今日の服、じゃーん、デニムベスト、可愛くない？で、下デニム、これ ダメージデニムで可愛いんだけど見えない、ごめんね。これは今年本当にめっちゃデニム買ったのよ。もう信じられないぐらいデニム買ったの。何本あんだろう今家にってぐらい。もう上もジャケットもパンツもデニムスカートもめっちゃ買った。やっぱ夏はさ、デニムティもうなんか今年の夏楽ばっかしててデニム T シャツとかばっかあったんだけど、そうで秋もさ、私このインディゴデニムの色が好きなんですよ。だから秋このベストだったら中にハイネックとか合わせて中も着れ、秋も着れるしと思って、こんな感じ。ルールはそんな感じかな。あとは割とシンプルが多いのでアクセは割とねジャラジャラつけます。あと最近の好きなポイントはゴールドとシルバーのミックスにすること。ゴールド、この指輪とかももうさ、最近さ、なんかちょっと前までのさ流行ってさ、もうなんかシルバーだったらシルバー、ゴールドだったらゴールドってみんな統一してたじゃん。だけどもうさ、今リングとかもさ、こうミックスになってんのめっちゃ多いのよ。多いよね。だからこのピアスはゴールドだけど、このイヤーカフはシルバーとかやってます。秋が来ると思うとワクワクするね。そんな感じ、さつき、そんな感じです。じゃあ次週のメンバーさんに宿題出すからみんな考えてくださいどうする、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 何がいい？次週じゃないか、次のメンバーだね。明日はねお休みなんですよ、の曜日だから金曜日のメンバーということで、何がいい？お願いみんな考えて何がいいかな。夏休みのエピソード、あ、初期の自己紹介してだってある子いる？なんだろう、夏休みの思い出、みなみの好きなところ、いやなんかさ、どうなの、私の好きなところとかさ押し付けすぎない？どう？ちょっとあれじゃない ああ、夏のやり残したこと？どう？何がいい？全力ぶりっこで自己紹介だって。いやー、ちょっとパワーなんで、どう？いや、梅原しようとか、みんなが見たいだけやん。いや、いいんだけどさ。どうする？アキヤにやりたいこと？普通すぎ？やり残したこと？旅行に行くならどこ？圧？なんで圧やねん。私の圧を感じたこと？ どうしよう。何がいいかな。じゃあさ、定番に夏にやりの、ちょっとつまんないか 私の圧を感じたことばっかじゃん、みんな。そんな圧感じさせてないよ。どうする？最近どうよ。クロミ。ミンゴミンゴ。初期の自己紹介ってある子いる？あ、ライブでやらかしたことだってあるかな？ライブでやっちまったなと思ったことにする？でも引っ張りすぎ？ライブとか。いや、考えすぎだよね、なんか。どう、どう？ 170cm になったらやりたいことだって別にないよね。いっか、ライブでやっちまったなって思ったこと。考えすぎだってだよね。秋までにやりたいこと？どっちがいい？年内にやりたいことにしよう。それ叶えてもらおう。いや、やめよう。
やばいやばい、時間なくなっちゃう。もっと喋りたいよね。ライブでやっちまったこと、オッケー。ライブがいいって人がいたから。なければぶりっこしといてって書いとこう。じゃーん。ライブでやっちまったことありますか？なければぶりっこしといて。はい、こんな感じ。じゃあみんな、何か聞きたいことあったらバンバン質問して、あと5分ぐらいで終わっちゃうって。早いね。OK です、だってありがとう。香水教えてください、だって香水は教えない主義なんです。秘密なの。なんか握手会あった時はさ、その時にね、顔らしてというかたりしたけど、今はなかなかね。想像しておいてください、いつかこう街で出会っちゃった時なんかにね。うん、もうすぐ金木犀の季節っていうのを昨日、そうスタッフさんと盛り上がったのよ。楽しみだね。香水つけてますよ、すごく好きなので。香り物は最近会った先輩、生駒さんに会いました。超タイムリー、大好きな生駒さんに会いました。嬉しかった、大好き。安住さんが朝いじってたよ、だって。本当に？ねえ、安住さんに会いたいんだけど。安住さん元気ですか？今日ね、みーきゅんタイムだったもんね。また行きたいな。安住さんにインタビューしてもいただくことが私の目標の一つ。そう、マイブーム？なんだろう。うーん、早い早い。生田さんも会いましたよ、メニューで。相変わらず可愛かったです。みーきゅんね、可愛かったね。口可愛い？どういうこと？私の口ちっちゃいんだよね。私口大きくなりたい。コーヒー飲んでる。肩ちぎった？ちぎってないわ。こういうやつだ。あ、デスターシャ。そう、神宮でさ、ネバーセイネバーっていうユニットに私も参加させてもらったんですよ。で、野球のさ、球団のユニフォームを一人一人ね、聞きさせていただいて、本当に豪華なことをね、やらせていただいて、で、私はベイスターズさんのユニフォームを着させていただいて、牧選手のホームラン、デスターシャ、あれ4日間やりました。みんなやっぱさ、いや毎日変えた方がいいかなとか思ったんだけど、みんなやっぱ求めてるじゃないですか、多分。てかデスターシャのさ、タオル持ってる方もめっちゃいたの。やっぱファンの方多いんだね。だからやったんだけどさ、日に日にさ、ファンの方の声が揃ってくのよ。もうすごかったよ。あの初日はさ、もうなんか一人こうやってやったんだけど、口パクでさ、せーのって、デスターシャーって言ったら、もうみんなデスターシャー、わあすげえと思って嬉しかったです。そう、ありがとうございました。すごく楽しかった。4日目すごかったよね。そうなのよ、ありがとうございました。なんか早いね、早いねとか言って、まだ全然あと5時間ぐらい喋るんだけど。スクショタイム？お好きにしてるでしょ、どうせ撮んなくても。最近チートデイしましたか？だってチートデイとかもさ、本当に何にも気にしてないから最近。もう何
超ストイックにやってた時期は終わりました。絞らなきゃいけない時にしのぎます。あ、絞ります。でもあのガールズアワードの出演も決まったので、ライブ、乃木坂46としてのライブもファッションショーも歩かせてもらえるので、そこまでにちょっと鍛えようかな。あーやは可愛いね。そうなのよ、そんな感じよ。私は最近、みんな元気でいてください。はい、そんな感じで、そろそろお時間なので、お時間なんですけど、アンダラは絶対行きます。楽しみだね、すごく楽しみ。私普通に客席で見たい。いや見るんだけどさ。だから皆さんも楽しみにしててください。はい、そんな感じでございます。ということで、次回、明日はねお休みです。の曜日なので、あさって金曜日になります。こちらね楽しみにしててください。多分またショールームさんの公式 X の方でも告知とか出ると思います。私もブログ更新しますね。今日するかな、しないかな、いやでも近々しますね。頑張るので、みんな元気に、季節の変わり目なので風邪とかお気をつけて、またお会いしましょう。お付き合いありがとうございました。バイバーイ。おやすみ、おやすみ、バイバイ、元気でね。